本日も始まりました、イッツをやりまっせ。本日は P 元祖ギンギンパラダイスを指導させていただきます。一回相手の久しぶりのちょっと実践となってるんですけど、いつもと海とは違うみたいなので、尖ったスペックの海物語って感じを見せていただけたらいいなと思います。では本日も実践していきます。大当たり確率が約 199.8 分の1の1種2種混合機となります。早速リーチ。各辺突入率は約、引き戻しを含めます 56% です。で、ラッシュ継続率が天国タイム突入後になりましたら 86% となります。へその振り分けが 49% で、銀ギラタイム突入となっております。だいたい奇数やと各辺、偶数やと時短っていうのが、もう海やったら多分主流やと思うんですけど、で、そのへその 1% で10ラウンドがありまして、 1% を取ったら天国タイム直行です。その 1% 取ろうかなと思ってます。今日はなんと内8名15回転で当たりました。時短2回プラス3保留4回なんで、その約6回のうちに 26.9 分の1を引ければ大当たりするっていう感じですね。約この引き戻し確率が 20% ぐらいあるみたいです。緊張するな。 26.9 分の1やったら引けるんちゃうかなと思いますけど、ラスト。多分ラストは絶対テンパイするんで、あ、マリーちゃん来た。あー普通ですね、指の間の。止まれ。ごめんね。まあまあまあ、最初はこんな感じですね。次こそ各辺いきます。前回の銀パラを私打ったことがなくて、実質銀パラ自体が初打ちなんですよね。結構大海物語とかおきうみ5とかは打たせていただいてるんですけど、まあ、尖った海っていう考え方で合ってるのかなって思います。でも海シリーズって、まあミドルの場合ですけど、通常でも1500個もらえるっていうのが私的には大きいなと思っていて、この銀パラは通常やと4ラウンドだけで終わっちゃうんで、出玉が400個しかないっていうのがちょっと辛い部分ではあるかなと思います。チャンス目、次こそ。海なんで売ってるかって言ったら、魚群見るために売ってるんですよ。ピーチ。泡かなった。あとは7で、あとは7図柄で止まって。いや、いい。また偶数や。とりあえず打ち始め72回転で当たりました。まあ時短で引き戻せばいいから。チャンス。今回もまた引き戻せず。マユミカスタムですね。銀パラにもカスタムがありまして、魚群がまあ 50% 魚群出ないっていう設定もあります。プラス魚群 100%、 魚群 100% してる人多いですよね。でも 100% やったらなかなか魚群見れへんのちゃうかなと思うので、ちょっと 50% でいきます。私は175回転で当たりました。また偶数図柄です。なんとか確率分母までには当てれたかなと思います。行きましょう。右打ちしてね。そろそろ戻せる。次は戻せる。時短は引き戻せないですね。153回転です。また確率分母までには一応当てれたんですけど、またまた偶数図柄ということで、まあまあさすがに4回偶数でも時短次は引けるやろと思ってます。はあ、なった。銀ギラタイム
ールでした。嬉しい、書くへんや。こういうのいいですよね。諦めてたけど書くへんやったっていう。でここからはまあ次回濃厚なんで、次の大当たりが、次の大当たりの 50% で銀ギラタイム継続か、まあ通常にまた戻っちゃうんですけど、 25% で天国タイムに行きます。天国タイムに行ってしまえばもう2回実質2回大当たり確定なんで、めちゃくちゃ伸ばせます。え、もうあかんやん、早速魚群とか来てもてる。反対にしとこう。これ当たるやつやん絶対。やめて。あ、やった押し目。しかも今回は各編の方ですね。で右打ち中の大谷に関しましては全て10ラウンドなんで、なかなか大きいです。どうなんやろう。各編中のノーマルリーチは一番熱いんちゃうかってぐらい揃っちゃう。はい、偶数引いちゃいました。でも昇格する可能性もあるんで、まだ諦めてないです。昇格せずなんでチャンスタイムです。またこっからは時短ですね。時短2回プラス残保留4回の6回で 26.9% を引ければまたチャンスはある。なのでまだ分からん。今回は3連で2460玉でした。はい、ありがとうございます。嬉しい奇数確変入りました。405回転目です。2倍幅にしちゃった分収束させていっぱい当てます。銀ギラタイム突入。銀ギラさせよう。ああやってキュイーンっていきなりなると嬉しいですね。やっぱりもうこれは天国いける。イエイ、当たりました。各編継続、銀ギラタイム継続、もしくは 25% で天国タイムです。今回も銀ギラタイムでした。次こそ天国入れたい。天国タイムが欲しかったな。え、早速魚群で7転敗、これこそあるんじゃないですか。タッチしてもナムだな。願い、過ぎ去った。楽しい、回ってます。はい、銀キラタイム継続です。もしくは天国タイム、次こそ天国タイムに行こう。銀キラタイム継続。私もだけ振り分け天国タイムなくなってるんかな。あー、やめてよ、当たりたくない。まだ当たりたくない。偶数でした。はい、時短です。また天国に行けず4連3450発です。ノーマルリーチで当たり。うん、61回転です。今回の当たりは早かった。右打ち、チャンス。
約 20% です。引き戻し確率、そろそろ引き戻してもいいと思うから。今回も単発ということで、全長です。泡全長早いな。魚群100にしてるから確定や。こういう楽しみ方があるんですね、魚群100って。嬉しい、楽しい、嬉しい、楽しい、大好きですね。234回転目です。スーパーラッキー、右打ち、次こそ天国へ。ピーチ、嫌な予感がする。止まらないで、お願い、お願い、止まらないで。外れてください、お願いします。オーマイガー。まあでもまだ諦めない、分からんから。来た、これです、これです、これがラッキーに入れば天国タイム突入です。お願い、見えます、見えてます、ゴッドのドッグみたい。なんやそりゃ。もうドキドキ返してよ。キャッチ、引き戻そう。2連の1420発です。はい、では実践終了しております。初当たりを7回取って、うち3回各編最高4連で、天国モードには行けず、すごく悔しいです。今回も見せ場なくて本当に申し訳ないんですけど、まあでもこれがリアルかもしれないです。まあでもホールで打って天国モードを体験したら絶対にミドルに負けないぐらいの破壊力もあると思いますし、天国行けるぐらい楽しいと思うんで、ぜひ皆さん銀ギラパラダイスを打って天国モードに突入させてください。はい、本日試打させていただいた気候なタウン茨城サイト店さんなんですが、4月23日をもちましてグランドリニューアルオープンされました。そのリニューアルの内容なんですが、4円パチンコが増大されまして計480台設置、そしてガンダムユニコーンが30台設置となっております。スロットコーナーの方も新機種がいろいろ導入されましたので、もしよければ皆さん足を運んで遊んでみてください。そして次の一丁やりますでは、 P はダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかをシダさせてしてもらいます。誰がするかわからないです。コメントでユーリがいいとかコメントしてくれたら喜びます。では今日はご視聴いただきありがとうございました。またねー。